津山駅。津山駅は、岡山県津山市谷にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。本校では、2017年6月まで存在していた津山広域バスセンターについても記述する。新見駅、三次駅と並び、中国山地の交通の要所となっている、当駅は、駅長が配置された直営駅である。岡山市内の姫新線や、 インビ線、津山線の運行管理を行う岡山輸送指令所、津山派出が設置されていい。また、2008年5月31日までは、姫新線三正門井駅岩,岩山駅間の各駅と、インビ線派生駅、高野駅間の各駅を管轄する津山鉄道部が、設置されていた。同組織が、死者直轄体制に移行して、以降も、これらの路線を管轄する管理駅として位置。 付けられている。ただし、姫新線の月田駅岩山駅は新見駅に移管され、逆に津山線の津山口駅上目駅間の各駅が岡山駅から当駅に移管されている。2014年以降、駅前北口の再開発が行われ、2017年の春に駅周囲の設備の再整備はほぼ完了した。当駅の所属線である姫新線と当駅を終点とする。 津山線が乗り入れている。また隣の東津山駅からンビ線の全列車が、当駅を、四重儀としているため、事実上三路線四方向の列車が発着する。かつては当駅で分割、併合される、あるいは併合相手が変更される急行、みまさか、みささ、などが運行されていた。現在は当駅を越えて運転される、定期列車は、左洋発初に未駅と、 中国勝山発災民域のそれぞれ一本ずつ、このほか市販時刻表への記載はないが、地図発中国勝山駅が一本あるであるが、夏祭りの臨時列車では、津山線を定期列車で運行し、姫新線に入る列車が存在する。2007年度には、岡山駅中国勝山駅間の臨時列車が運行されていた、第4土曜日は運休。当駅の初列車は、 4時29分発であり、かなり早い。2012年3月17日現在、津山線、岡山駅。また、姫新線上りの始発快速列車は4時54分、陰ビ線上りの始発快速列車も4時58分と、早い時間帯である。これに乗ると、終点の岡山で始発の新幹線に乗ることができる。2007年6月30日までは4時13分発で、あり、 日本一早かった。2010年3月12日までは、終着の列車も1時1分に、津山線岡山発でったが、同年3月13日のダイヤ改正で0時44分に、繰り上げられた。全ホームが非電化線路のため、乗り入れるすべての車両は、起動車である。島式ホーム2面4線を持つ、地上駅。駅舎は北側にある。駅舎から各ホームへは、 地下道で連絡している。古墙橋も設置されているが、現在は板が打ち付けられ閉鎖されている。また、古墙橋の入り口には出口、乗り換えなどと書いた看板が残っている。ホームには、グリーン車1案内や12両編成の、校舎案内など名残が残る。緑の窓口が設置されている。本校では、JR 西日本公式サイトの全域路線図に、 従い路線記号を表記しているが、実際の駅構内の主だった旅客案内、駅名標、駅刑事時刻表、乗り場案内に取り入れられている路線記号、ラインカーは2016年ダイヤ改正の段階では、津山線の黄色ののみであり、姫新線、インビ線のものは、ラインカラーも含めて、駅刑事運賃表にしか表記されていない。 2011年から音声の言い回しを一部変更の上、上記の入線メロディ明ド後に JR 西日本標準の入線メロディが流れるようになった。発車ホームは行き先で固定されているが、到着ホームは列車によって違うため、当駅で乗り換えを行う際には注意を要する。2018年12月時点では、津山線の列車は1.34番乗り場に到着する。 運転指令上では1番乗り場が2番線、2番乗り場が3番線、3番乗り場が5番線、4番乗り場が6番線となっている。1番線は1番乗り場、2番線と駅舎の間にホームのない待機線として存在する。4番線はかつて2番乗り場と3番乗り場の間に待機線として存在していたが撤去され欠番となっている。待機線。 一番線を含めた五線とも全方面の入線、出発に対応している。津山駅の西側にはかつて使われていた線形車こと転車台が残されている。詳しくは津山学びの鉄道館を参照されたい。かつては駅前食堂の吉野館が調整していた椎茸弁当が名物で知名度も人気も高い駅弁であったが2002年9月に 店舗が火災にあい店舗閉店と同時に、駅売りはなくなった。それ以降は、津山城、鶴仙公園南側で駅から1キロメートルほどの津山観光センター内の食堂吉野で、駅売り当時の姿のまま購入可能であったが、こちらも2017年11月の同センター火災に、伴い食堂廃業、センターは1年後に再開したものの駅弁の販売は、なされていない。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。津山市中心部は近くを流れる吉井川の対岸にある。校内は島式のターミナルとなっており、バスはバスターミナル北東側に進入口と退出口があり、校内は時計回りで走行する。バスターミナル北東側から半時計回りに北側に6番乗り場、西側に1から3番乗り場とタクシー乗り場、 東側に7.8番乗り場があり、1から3番乗り場北側に1から3番乗り場と、並行する形で4.5番乗り場がある。1.2番乗り場がコミュニティバス用乗り場、3.4番乗り場が路線バス用乗り場、5番乗り場が路線バスコミュニティバス用乗り場、6番乗り場が臨時バス用乗り場、7.8番乗り場が高速バス用乗り場となっている。 7.8番乗り場の東側には、交通観光案内所の建物、所在地は、岡山県津山市横山14 31があり、建物内には、待合室とバス会社別の乗車券発券カウンター、中鉄北部バス、両村内ホールディングスも、中、西日本 JR バス、JR 西日本岡山メンテックに、委託各1ブース、観光案内所、コミュニティホール、トイレ、 男性用、女性用、車椅子、オストメイト対応トイレがある。旧名称、山中鉄、バスセンター。2004年にバスセンターの土地、建物が中鉄北部バス、当時の中鉄バスから津山広域事務組合に売却されたのに伴い、2004年10月1日に名称を変更した。名称変更後は2017年の夏頃まで、切符販売。 施設の維持管理は中鉄北部バスが引き続き担当していた。津山駅北口広場の整備とそれに伴うバス乗り場設置に伴い2017年4月1日から同バスセンター発着の路線は津山駅バス乗り場発着に変更となり切符販売もそれからほどなくして終了しており広域バスセンターは廃止となった。なお現在はこのバスセンターの跡地は西側 建物を含むが、トヨタレンタリース岡山津山駅前店、東側が津山駅前駐車場となっている。津山線のほか、姫新線と陰ビ線にも、快速列車、当駅には全列車停車が運転されているが、両線の快速は停車駅パターンが一定しないため、隣の停車駅については各路線記事を参照されたい。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。